はいどうもこんにちは、はじまきゅうしろうです。いや、きょうしろうだよ。あのね、俺はじまですっていうのが多いか、なんでかっていうと、その単純にきょうしろうときよしろう、今のきよしろうさんが似ちゃってるんだよね。僕今のきよしろうさんが好きだから、名前を似せたらめっちゃ似すぎちゃって、ああってなっちゃったんで、はじまですとしか言わないんですよ。うん、ちょっと待って。うん。始まって検索してみよう。すげえな。あ、始まっていう名字あるんだね。くそが。あんだよな、一個。始まっていう名字。ランキング名字検索、検索、あー出てないわ。あ、勝った。第3部完。全国順位もないんでね、ミーノかってなんやねんすよ。はじま、はじやま。これです。妙。うんでででって。ダンプネーゾン、ダンプネー。ラン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 。ミーノか。始まないなぁ。運勢とかあんの？ダンダンスデンス、ダンダブダン。見てきたものや、聞いたこと、今まで覚えた全部。でたらめだったら面白い。いや、早朝からそれはダメだ。答えはきっと奥の方、心のすっと奥の方、涙は外からやってくる。てか名字で愛称つけるとか、とんだクソ野郎だな。名字クソだな、あのサイト。俺の名字を入れたらさ、この人がいいでしょう。は？名字で決めるとかクソだな、それ。まず言わせてほしいのがあれじゃん。血液型占いとかさ。なあ。B マイナスとかいっぱいあんのにさ、ざくるってわけんじゃねえよ！なあ。名字だけでこの人はこの人が合うでしょうとか、なあ、それ喧嘩売ってんのか、これ。なあ、これ。ということでね、穏やかに行きましょう。穏やか。いや、それは爽やかや。ちょっとよくわかんないツッコミっすね。まあね、そうね、YouTuber の話をしよう。いじったら、目立った。YouTuber に言いたいことがあると思ったんですけど、俺、やっぱ YouTuber って若手なんすよ、みんな。芸人に比べたら。素人って言われてますけど、やっぱまだまだ全然じゃないですか。メグインさんだって、まだ12年で若手ですよ。うん、それつまんないに決まってるじゃん。うん、やっぱり俺はそう思いますよ。うん、まず YouTuber って出来立てすぎるんだよ。今後も反映してってほしいよね。ヒカキンさんは10年でしょ。だって芸人に比べたら若手中の若手じゃん、みんな。中堅なんて一人もいないじゃん。YouTuber ってつまらないのも当然なんですよ。芸を磨くっていうか、まあ、そのね、柴田さんがよく言ってたのは、そのなんか取り柄がないよなとか、素人がとか言ってるけどさ、いや、それは単純に、始めてやそっと何年くらいでしょ。で、一番長いやつが12年とか、やばくない？それ。ねえ、いや、単純に時間が足りないだけじゃないのって俺は思いましたね、やっぱ。で、短期間で面白いこそやばいやつらだろって俺は思いますけどね、やっぱ。
YouTuber っていうのは総合力が求められるかっていうと、総合力って何やねんって話なんですよ。総合力ってここが一番もうダメすぎて、これがすごい突筆しているのが総合力かって言って、やっぱ普通にオリジナリティだよね。新しくてオリジナリティがあるものだけどさ、なんかやっぱまず必要なものはオリジナリティとしては音楽なんだよ。音楽っていうか効果音とか語っちゃうけどね、俺は。やっぱああの音楽だとか、ああの人が使ってる何々だってなるから、 BGM バックガム、あ違うな、あの BGM ってすごい重要だと思うんですけど、なぜか俺は入れない。なんでか。お題は CM の後で。 CM しないよ。CM しないよ。しないよ。しないよ。ちょっと待って。お、外明るい。ここからは1フレームの戦いになるだろう。いやまあそのね、まあ、何が言いたいかっていうと、いやあのなんかね、ティモっていう売名 YouTuber がいるんですよ。いや売名すんのはいいけどオリジナリティなくねってこと。いや面白いっすよ。面白いっすけどね、オリジナリティはないなと思いますよ。だって企画の仕方も斉藤さんとかでしょ。数字は、まあ、YouTuber としてはもういいでしょう。でもね、YouTuber。俺が新しい言葉作りますよ。YouTuber。YouTuber とは何か。YouTuber の中でも新しい形を作っていく人。だと思うんですよね。なんで僕は YouTuber です。それ評価されないのも当然ですよ。YouTuber。新しいものをやっぱ人間、え？ってなるわけですよ。でもギャフン。ギャフンって言わせます。いろんな大物 YouTuber に今日のギャフンっていうコーナー作って、俺が有名になったら今日のギャフンって言ってください。ギャフンっていうのはね、ツイッターでやろうかなと思いますけど、ツイッターで俺全然つぶやかないですよ。なんでツイッターでつぶやかないかって、つぶやくことがないから。つぶやくってなんだよって思って、真のつぶやきはやっぱさ、それつぶやいてないじゃん。書いてんじゃん。本当のつぶやくってこれじゃない？あー、お腹すいた。これを動画にすること、音としてやるものが普通つぶやくってものじゃないの。なんだよ、これ。なあ、こうやって。癖がすごいバタフライ。すごい、これ。パチャン、パチャン、パチャンって、ね。半魚人のバタフライ。耳に砲丸落ちてくる。あ、難しいな、音程。音程、音程、サベラのサイワーチ。ワンダロマンドバロミンド、やめよ。ティリティティリ、コープシチョンギータ、どうもチョンギータ三世です。いや、トゥルル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 ル、サバナナサイボーチュクトクトクトゥルルルウィズビーディストチュ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 ヘイホーレッツゴーヘイホーレッツゴー。これタバコの吸い殻ね、落としてるんですよ。イビーヘイ、根性液されたー。はい、ということでね、俺がつまんないと思う YouTube、 つまんないなと思う YouTuber っていうかね、やっぱ面白いと思う YouTuber にします。で、もったらやっぱ僕、羽島恭志郎、面白いなと思いますよね。動画出しましたよ。見てくれますか？見てくれてますか？ちょっと待って待って、俺がね、俺は評価を気にする男評価気にしちゃうぜ。ちょっと評価、コメント来てるかな。すごいな。ほんと俺、コンレンさん絶対大事にするわ。おー、でも変わんないかな。でもこっちの方が生活感出てていいと思う。うんうん。うわ、この人多分仏だわ。なんか前世の職業仏で。
生活感出てていいと思う。まあね、1ヶ月に1回くらい。ほんとこの人優しいよな。なんか、絶対この人優しいじゃんって思うよね。1ヶ月って口言葉だからさ、文字言葉にすると難しいなって思いました。1ヶ月に、2から、多いね、から3回くらい、この、図になると思う。絵面って何やねん。この人、ガチで、コンレンさん俺大切にするわ。な、上から目線だもんな。いや、感謝しかねえわ。やっぱさ、毎回コメントしてくれてるってすげえ嬉しいわ。やっぱり、コンレンさん。ね。でも動画で取り上げ始めちゃおかしいと思うけど、嬉しいなって思うよね、やっぱ。こんな俺を、ね。もう、コンレンさんは俺が有名になったらね、もう、まあ、マジ、はじまは俺が育てたようなもんだからって言ってもいいよ、全然。もう全然。うん。ネットもでした。まあね、まあ、面白くないと思う YouTuber。行っていこうかなーって思います。はい、ということで、名前はパッと浮かびません。ぶっちゃけ面白くないと思うな、YouTuber って言うけど、俺以外全員思う。ないんですよ。いや、今日は特にほんとみんなの動画つまんないなと思いました。いや、なんかね、まず、竹脇翔がなんで嫌いなのかわかんないんですよ。いわゆる生理的ってやつなんじゃないの？生きて、あんま人が嫌いか嫌いじゃないかっていうのは言うのはおかしいんだけどね。おい、まほとさん、まだやってんの？祝出産とか。うざ。マッハピザ。まだそんなことを動画で釣ってんの？祝出産ってしてねえじゃん。あ、自分がじゃないからっていうのを言い訳にして。クソじゃん。それだいぶ前の話だしな。二人目出たの？何やねん。今日なんかつまんないよな。いや、面白いやつはいると思うけど、やっぱ、夕闇に集いし漆黒のエンジェルは面白いと思う。あと、カリスマブラザーズ、俺やっぱ好きなんですよ。ね。その、下ネタに走ってるなーとか言うけど、悪いわけじゃないんですよ、下ネタっていうのは。で、俺は、見たい動画出してくれてるんでね、全然嬉しいんですけどね。なんか。いや、つまんない動画出されるよりは全然下ネタでいいし、やっぱ、下ネタイコールやっぱ尖ってるものだと思う。で、面白い。で、下ネタで焦ってんじゃないのとかヘキコ言ってたけど、ヘキコって言っちゃうけどね、俺は。うん、いや、つまんない動画出されるよりはマシだと思う。ね。ヘキトロハウスさんなぁ。やっぱトーク力、まあ編集だからトーク力っていうか、その言葉選び的なそのセンスはめっちゃ面白いんですけど、でもやっぱり、あ、ネタがそこそこ面白くないな、面白いな、そんな面白そうだなって思わないと見ないんですよ、基本的に動画。やっぱ動画の子はもう顔はサムネイルとタイトルなんでね。まあタイトルだな、俺は。サムネであんま見てないな。これは例外もあります。はい。レイターズね、俺ね、昔ボコスカ行ってたらめっちゃ体張るようになって何とも言えないんですよ。でも体張ったからって面白くはないんですけどね。やっぱりレイターズは。体張ったからって面白くならなかった。ね、お前らアンチに名称をつけてやるよって、アンチをそういう風に言っちゃダメだしね。
鮮度に熱した鉄球を投げるドッキリをメンバーに仕掛けたら反応が面白すぎた。本当に面白いんだろうな、おめえ。面白くなかったらどうなると思う？お前の親族の首が飛ぶぞ。冗談、冗談。マイコー、冗談。ということだね。はい、面白くなーい。はい、面白くない。なんすか、面白いって。なんすか。無よりは面白いってことなんすか。なんやねん、それ。なんやねん、それ。面白すぎだって。なあ。いきなり大きな声出しちゃう。レイターズつまんねえなー、やっぱ。でも体張ってんなーとは思いますよね。やっぱサトルンはね、体張ってんな。体は張ってるんすわ。でも面白くはないんすわ。体は張ってるけど面白くない。的を得てるとは思う。アイドル系 YouTuber だなって思わせないように。東海オンエアってすごいなって思ったけど、やっぱね、今日の動画つまんなかったですけどね。いや、あの動画、だし汁やらなんやら。いや、なんか、俺はやっぱ、最初にインパクトくれないと最後まで見ないんで。あと、このヘキトラーさんの今日の動画もつまんなかったっす。で、渋谷の人々に聞いたこれは見ました。面白いとも思わないでしたけど、いい動画だなと思いました。で、出会い系のこの動画、ヘキトラハーさんはね、いやーなんか、面白いとも思わないけど、いいなぁとは思いました。いや、面白いって思う動画なんてねえよ。ドキュメンタル見たらよ。ということでね、絶賛ね、配信中、Amazon のね、プライムビデオってところで、そのね、無料会員登録をすれば、1ヶ月だけ無料の期間でドキュメンタルというものが、見れるんでね、ぜひ皆さんも見てくださいというね。お前企業案件、お前チャンネル登録者30人で企業案件来た。のん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 のいや、こんな笑い方するやつどう思うよ、マジで。いや、キャラ格付けにしても。きついんすけど、こんな笑い方でけへんわ、これ。なあ。私変なんです、みたいな予想って変な笑い方するやつなんやねん、それ。もっとまともな笑い方してみって言ってね。本当にそういう笑い方する人が見たらね、真に受けてしまったらね。すいません。いや、そこボケないの？いや、そこボケないんかじゃなくて、いや、そこボケないの？いや、そこボケないの？緩急って感じですね。緩急って感じか。緩急ゆるやくトントンみたいな。緩急いやー、緩急ってよくわかんねえな。面白いなって思う動画ないな。やっぱ。亡くなったネクストステージの、これなんだよ、吉字？よくわかんねえな。陰字、弓字。俺はな、漢字に弱いんだよ。漢字に弱いんだ、僕。はい、ゲッパーランドでーす。ジュゲーム、五行のすり切れ、カイジャリ水魚の水魚マーズ、ウンライマーズ、フーライマーズ、クーネルところに住むところ、ヤブラコウジのヤブコウジ、パイプのシューリンガンのシューリンガン、グリンガンのグリンダイの、ポンポコリンのポンポコダンのチョキューメンのチョスケ。ちょっと違うな。グーリンガンのグーリンダイ。グーリンガンのグーリンダンか、グーリンガンのグーリンガンなんですよ。でもさ、マジでグーリンガンのグーリンダイの方がいいだろ、パイプって言って、なんか始めたやつ。俺はこのやり方でやるからな。言いやすい方にするんだよ。この野郎がや、グーリンガンのグーリンガン、ダセーだろ、言葉選びがよ。俺の方が絶対いいわ。
はい、ということで、昔の偉い人に喧嘩打ってく。その、ヤバ、クッキーさんのね、ヤバクの野生爆弾。ワイルドボム。違うな。の、クッキーさんのあのリズムをパクるのはやめていただきたい。いただきたい。いただきたい。ビッグバーンということでね、何をしてるんだろう、俺はな。ああ、もうこれやるとマジ、痛っ。背中痛いな、マジ痛っ。ベートーベンの弁当は、逆日の丸弁当だ。逆日の丸弁当って面白くね。でも集合体恐怖症の人にはたまらない。怖いよね。でもさ、集合体恐怖症の人ってさ、ご飯についてはどう思ってるね。お前集合体恐怖症だろうって言ってご飯見せたら、あーってなんのかな。犬に吠えられた。うるさいって言われた犬に。え、うっせーでもね。いないですけどね、そこにね。そこにいないですけどね。で、まあね、動物愛護団体のエゴの奴らはね、これを見て訴えないでください。しれっ。なんで喧嘩振ってくんだよ、何もされてない。汚い。もう。顔すごいね。えぇ、おぉ。ほんとおかしい人だから。はい、どうも皆さん。おはこんばんは。どうもミッキーです。やれま。もうちょっとね、腎臓と肝臓の摘出、手術を行ってね、やっぱね、その、あれですね、油物の食べ過ぎでちょっとね、最近臓器がちょっとね悪くしちゃって手術したんですよ。はい、いやー、もう年を取るっていうのはいいことないですね。あー、もうラブライブはね、もう飽きて氷川きよしのね曲聴いてますよ。でもね、もうほんと私がハマる前に氷川きよしさんが亡くなっちゃって、よくわかんねえ。自分でもよくわかんない。やばい、それもうマジやばい。常人の息を逸脱している。逸脱なんでそれな。漢字間違えたら5回練習するみたいな感じで言うな。やるな。 Doing するな。 ドゥルな。するなをなまらしてドゥルな。ドゥルーな。ドゥルドゥドゥドゥルドゥ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 ルドゥドゥドゥルドゥ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 ル。まあ、つまらない YouTuber っていうか、なんかみんなと同じことしていいのって思いますけどね。やっぱりその自己主張の場なのに、なんで編集の効果音も一緒だし、 BGM も一緒だし、やってる内容も同じ、そんなんでいいのって思いますけどね、他の YouTuber に。僕はやっぱりそのね、目立ちたいけど、やっぱりそのワン&オンリー、オンリーワン、オンリーウィズワン、ワンウィズオンリーになりたいので、唯一無二の存在になりたいね。唯一無二の存在。無二じゃダメ。唯一無二の存在になりたいので、やっぱそういうね、変なね、こんなことしてる時にちょっとやばい人。やばい人、やばい人、やばい人の特徴は、その YouTube でやばい人とかなんか突っかかってくる人、これはねえ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 って突っかかってくる人の特徴。文字のスペース1行開けがち。あー、おい、大事なところで噛み上がったぞ、こいつ。やーな。おい、汚い。単純に汚い。下に体罰。絶罰。ってことでね。絶罰。絶、マジそれ絶罰。あ、今噛んじゃった。絶罰。これ、IKKOさんのね、30年後のネタ。それ。いや、お墓の中で言ってるじゃねえか。お墓の中で。まあ、マジそれ絶罰。って言ってんじゃん。墓の中で言ってるぞ、それ。やべえぞ、マジで。マジ、べえわ、べえわ、マジ、べえや、べえや、べえや。あー。お腹すいて力が出る。いや、出ない。いや、出る。いや、出ない。どっちなんだい。こっちが出る。こっちが出ない。
ぬー小学生笑わしに来たんじゃねえんだよ。な。なんそれ。なんそれ。なんそれ。えぇー顔が変なんです。ああ、変ですね。そんなストレートに言われちゃう。ああ、ごめんなさい。パンチがあるフェイスですね。ルー大島みたいに言わないでください。ワン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 。ポイズン、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 いや、ガチで怒られる。毎回これやります。布袋さんのモノマネすると、なんでこんな変なモノマネになるんですか。モノマネになってないしね。モノマネになってないものをモノマネと言ってしまう私の心境をどうぞ。ぽい。これね、当たってるけどやるぞ、当たってるけどやるぞ、やるぞ、ういのモノマネですね。うでん、あれですよ、ぐるなのゴチのでんって言ってね、当たってんのにこうやってやっちゃうっていう人欲しい、募集中。いや、でんデレレン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 ってやってほしいですよね。デレレンってもう当たってるんです。デレレンその、肩だとしたら、デレレン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 もう分かりきった恐怖。これが恐怖性 JD? 何それな、なんだそらなんだそらなんだそらいや、いや、なんだそらって言うと、ここら辺がバキーンってなっちゃう。ちょっと酸素が足りなくなりました。はじま、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 きょうは、はじましろうは酸素欲す。はじまきょうしろうは酸素欲す。はじましろうは酸素欲す。いや、はじまきょうし、きょうしろうは酸素欲す。きょうしろうは酸素欲す。欲す、欲す、芸能界、欲す。欲す、芸能界という概念を欲す。いえ、いえ、あ、背中痛くなった。はい、ということでね、今回のあのバカラジオも、こんくらいで、許しておいてやるわ。ご苦労さん。